かわいいハムちゃん。手をママの足の間に入れてるんだよね。うん、最近ね寒くなってからね上で寝るのが当たり前になってきたね。最近よく膝いるよね。うん、ハムちゃん、ハムちゃん、ママに甘えん坊ちゃん、かわいいよハムちゃん。ちなみに一応見せると白いのはここにいます。あ、そうなの、ももだと思った。これ白いのです。ももはその奥にいます。あんな寒そうな。ももちゃん端っこにいます。多分ここがないから机の上が今何も、机の上のやつママが置いてくんないから部屋の中で寝る場所がない。あれ注文したの結局、そういえば何、あ、まだしてない。早くしろよハゲ。やっぱこの部屋だとかも、この部屋と寝室と両方とりあえず一つを移動させてでもやればいいと思う。結局やっぱあのマロ以外は俺らがいる場所に来るから、基本的に俺らがいる場所に 3,4 人分寝る場所を作ってあげないとやっぱかわいそう。最低でも3つ、この部屋に、うん、各部屋。寝るときはどうするの。持ってくって言ったらさっき。どこに。寝室。本人がそれで気に入っとるんだったらもう1個買ってもめんどくさいから、で置いときゃいいで、とりあえず1個買ってみんなが寝る場所作ってあげるとかわいそう。今机の上に何もないから、机の上誰も寝てないじゃんね。うん、持ってくんの忘れたけど、うん、その結果ももちゃんが向こうにあぶれとんのよ、かわいそうに。でも私今動けない。ああ、まあ私は動けますけどね。ね、これ本当はこっちがハムちゃん用だったんだけど、俺の中でパパの着る毛布置いてあるから。ハムちゃん気づいてしまったんだよ。何、人があったかいって。 Yo Yo man ね、なんかびっくりしたね今。のび太結構でかわいそう。はい、盗撮。どっちを運べばいいんだ。着る毛布は上だけ。あ、それはあの、したごと。あ、それ紐隠しといてね、ちゃんと。どこに紐ある、わかんない、どっかある。紐が隠れるようにそのまま移動してたから。このままでいいだろ、だからいいんじゃない。ないな。ハムちゃん持ってきてあげてよ、ハムちゃんの好きな着る毛布。どっちかっていうとももちゃんが待ってた気がするけど。よいしょ、さあ君たちの寝る場所を確保したよ。寝たい人は寝てくれたまえ。え、ハムちゃん、こいって。やだ。ハムちゃんのためにパパ準備したのにさ、意味ないじゃん。ハムちゃんはママの上に乗ったからいいの。どっちかっていうとモピじゃんね。モピオちゃん、チロコちゃんはどこにでも移動するもんね。チロコちゃんね、チロコちゃん、ムシコちゃん、ハムちゃんがもう足元で待機しそうに。実はハムちゃんよかったね、寝床できたよ。ハムちゃん、はい、なんで座ってんのみたいな。お前らが来るんちゃうんかみたいな。ほら上に乗ったよ、ハムちゃんは。ほら、どっちがいい。空いた方にモピちゃん乗せるか。ツイッターが動いとる、ツイッターが、ツイッターが
さあハムちゃんはどっちがいいかな。そっちか。じゃあこっちモピちゃん連れてきていい？モピが喜ぶならね。あ、白いのが動き出した。白いのが怪しい。モピちゃん、あったかい服こうか。よいしょ、よいしょ。すごい顔だった今。あ、やっぱり人がいるところに行きたがる。ちょ、ああ、ウパイに来た。ジョーシャも寒いんだよね。みんなで一緒に寝たいんだよね。ハムちゃんがちょっと察してしまったじゃないか。ああ、まずモピが移動した。モピちゃんかわいそうに結局奪われて白いのに、はい、ハムちゃんよかったね、あったかいとこできてね。ね、ハムちゃん、チロは贅沢だよ。パパの服がちゃんと置いてあるのに、あそこパパ人気ない。置き方が悪いんじゃない？え？いいじゃん、モフモフ感が足りんの、あの置き方だと。ねえモピオ、みんなママとかやれやれだよモピ。まあモピは呼んだら私のとこに来るだろうがな。ふっふっふっ、やだ、いや来なくていい、来なくていい、来なくていい。ほらほら、そういうこと言うから。ほら、オプションはパパのとこがいいってよ。また膝痛くなるからもういいよ。そういうこと言うから。あ、いいね、モッピー。あ、行っといて、そっち行っといて。ほら、パパの匂いするでしょ、それ。お。ほら、パパの毛布もいいでしょ、モッピー。ほら、よかったー、モッピー乗ってくれて。ママが、パパの乗せ方が悪いとか文句言い張ってやがるで。ちゃんとこうやってモフモフにしとかんとさ、乗らないよね。モフモフやっちゅう。ね、モッピーちゃん。モッピーちゃん、こうやってやるから。モピモピやって。ね、モフィー。モヒモヒモヒちゃん、モヒカンなんで、モピちゃんね、モピ。ね、モピ、よしよし、モピの居場所もパパが作ってあるからね、これで3人は大丈夫って。で、あの、あれ何のためにあるのか。ね、夏使われてたから。まあそうだね。冬はどうしてもね。ね、でも正直いらないかなと思ってる。でも壊れてきてるわけではないからね。そうなんだよね。なんかただ捨てるのももったいないけど、でも割とこのシリーズこっち系いいんだよね。うん、一人一個こういうのがね、各部屋あったらみんなね、ゴロゴロできていいかなって。なんでキャットタワーダメなんだろうね。ねえ、これあんま、なんかでもマロがここよく使うかな、うん、あ、そうか、やっぱハンモックですね。ハンモック、ハンモックが一番大きい、大事だから。次買うやつがちょっとね、それ系なんで期待してます、うん。なんかハンモックはハンモックでも、こういう下がしっかりしたやつじゃなくて、ちょっとこうやってたゆむやつ、そうそうそう、たゆむやつ、布だけのやつね、うん、あれちょっと期待してます、うん。ねちょモピー、ねモピー、ねちょって言ってる、うん、ねちょしゃんって言いそうだった。ねちょしゃん、ハムちゃんと一緒じゃん、似たような蓋が出てきた。ねちょしゃん、無視で。ハムちゃんが返事しとる。え？ねえハムちゃん。死ねえじゃん。目で。